パセオ470パセオ470は、福島県福島市、本町の本町交差点から、万世町に至る470メートルの道路及び商店街の名称。正式名称は、福島市道中町、小山町線。スズラン通りをボンエルフ式道路に改装する工事が1987年に開始され、1989年3月に完成した。 見陰石のタイルや石畳が一面に敷き詰められ、車速抑制のため車道部分は緩やかに蛇行して、ハンプも設置され、歩道には、ベンチ、街灯、街路樹、彫刻が設置されるなど、保車共存道路の設計となっている。このような道路設計思想を端的に表すため、スペイン語で散策という意味がある、パセオに解消された。一方で、 福島稲荷神社礼大祭など連山車の運行の際、車輪の破損の可能性があるために関係者にとって緊張が続く通りに変化した。スズラン通り時代の昭和30年代前半まで国道13号に指定されていた時期があった。現在の本町交差点からレンガ通りとの交差点の間はかつては国道4号であった。南から見て当時の国道は レンガ通りへ右折していた。名称の470は道路の全長に由来する。道路の幅員は15メートル。車道は一車線で南から北に向かう一方通行。2021年7月、パセオ通りのリニューアル工事が完了した。車道は石畳舗装からブロックを敷き詰めた舗装となり、歩道との段差が解消された。歩道には誘導表示。 展示シートも設置した。車止めを取り外し可能に変更したほか、荷さばきスペースを2箇所増設し、サークルベンチも新しくした。フラワーバスケットやプランターを設置し、花も楽しめるフラワーロードの演出も施した。商店街の祭りとしては、春に花見山公園の花見に関連して、花コンテスト、夏に福島田名祭り、冬に、 光の雫プロジェクトなどが開催される。ありがとうございます。